にちは、辻本舞です。今日はタイに持って行って良かったものとタイで購入して良かったものをご紹介しようと思います。まずは日焼け止めね。タイは本当にとにかく暑い、焼けるっていうことで、日焼け止めは日本から持ってってました。イメージキャラクターをさせていただいております。ありがとうございます。これ本当に自分でも使ってて大好きで、顔と体両方使えるっていうやつなんですよ。で、子供にも使えるっていうので、あと白くなりにくくてすごい大好きで、顔と体分けなくていいっていうのがさ、めんどくさがり屋にはいいんだよね。化粧下地にもこれを使ってたし、体の日焼け止めにもこれを使ってました。子供にもこれを塗ってました。カサカサしなくておすすめです。で、次は蚊がね、本当に多くて、虫刺され対策は結構もう日本にいる間からいろいろ調べて、何が一番効くだろうと思って評価が良かったものを事前に用意して持っていきました。まずこれが虫除けスプレー、インコグニートっていうやつ。デートを含まないアロマガードって書いてある。天然アロマを配合した爽やかなシトラス系の香りのミストスプレーです。蓋をねなくしてしまいました。タイに置いてきてしまった。あんまりベタベタせずに、匂いもやっぱりアロマ系で、そんなになんかどぎつい匂いって感じではないから使いやすかった。で、これを私と子供は手とか足とかに巻いて向こうでは過ごしてました。多分動画にもね映ってたと思うんですけど、ここにタブレットみたいなやつを入れるんですよ。それが、その匂いが多分蚊が嫌いなやつで、虫が寄ってこないってやつなんですけど、パラキートってやつかな。なんかここのいろんな柄がねあったよ。この2つで毎日虫除け対策してたんですけど、一回も刺されなかったね。本当に私も子供もすごい蚊に刺されやすいんですけど、タイで一回も刺されなかったんですよ。このセット、すごい優秀だったよね。最強だった、で、ヨシさんは何にも塗ってなかったんだよね。そう、なのに日本でも何も刺され、日本でもタイでも蚊に刺されることはない。どんな肌してんの。ヨシさんの上に止まって赤止まったなと思うんだけど、刺さずに飛んでいくんだよね。そうなんだよ、多分なんで釣っても美味しくないかもって思われるのね。マジで刺されないよね。美味しそうじゃないかな、今回のタイでもね。全く無傷だったね。無傷。虫除け対策はこの2つでバッチリでした。日焼け対策でもう一個、この折りたたみじゃないんですけど、日傘をスーツケースにこのままボンって入れて持ってったんですよ。ちょっと邪魔だなと思ったんですけど、本当に紫外線が強いから日傘持っていくのをおすすめします。向こうで買おうと思ったらやっぱりちょっと高かったりするから。でさ、急に雨降ったりしたじゃん、ゲリラ豪雨みたいな。そういう時にもすごい役立ったので持っててよかったなと思いました。で、もう一個、香り物、機内のバッグの中身でもご紹介したんですけど、ストールと香り物を持ってってました。これね、スケスケなの、わかる？スケスケのこういう薄い生地なんですけど、これが良かった。これより分厚いパーカーみたいなのももう一個持ってってたじゃん、そっち全然使わなかった。あっちだとやっぱちょっと暑すぎたし、この透け素材のこういう薄手のアウター1枚みたいなのがちょうど良かったです。で、邪魔だともう肩とかにかけておけるし、お寺とか入るときに肌を露出しすぎてるのはやっぱりダメみたいで、こういう羽織物も観光に行くなら持っといた方がいいかなと思います。とにかく寒いんだよね、室内が。レストランも寒いし、ホテルのね朝食ロビーも寒いし、タクシーも寒いし、デパートも寒いし、本当に室内が寒いから、薄手の羽織物を持っていくことをおすすめします。で、ここからはタイで買ったものをご紹介しようと思います。まずこれでしょ。じゃあタイガーバーム出ためっちゃ買ったね。お土産用にも買って帰ったし、好きなんだよねタイガーバーム、もともとホテルで寝る前ずっと塗ってたよね。そう、なんか毎日すっごい歩いたじゃん。足が、飛行機でもね、足もむくむし疲れるし、足が毎日痛かったの。これでマッサージして毎日寝てました。で、今タイガーバームっていろんな種類があるみたいで、こういう湿布みたいなものがあったりとか、こういうスティックタイプが売ってたんで、それも買って帰ってきました。これはあれ、タイでさ有名じゃん、ヤードムっ
ってなんか鼻で吸うやつ、うん、それのタイガーバームバージョンみたいな、これを鼻で吸って、ね、すめっちゃめっちゃスースーするよ、ね、でこれさ、ここが開くのこっちも、でこっちはこういう液状のやつが入ってて、これ肌に塗るのかなと思ったら、なんかハンカチとかマスクとかに含ませてそれもスースーするやつ、吸い込むってやつだった。虫刺されにも効くから、これ1個持ってるとすごい安心感だった体で。で次はコスメ、パタヤのターミナル21っていうもの、ターミナル21の中のここに行ってきました。タイコスメを探して行ったんですけど、そこの店員さんにおならした？してないしてないわ、ブイって聞こえた気がした。そこの店員さんにタイコスメ、タイブランドのおすすめを教えてくれって言って聞いて、おすすめしてもらったやつを買ってきました。まず1個目がなんかね、読み方が分かんない、メリッザ、メリッサアイシャドウです。ベーシックな色が入ってて使いやすそうだなと思って買ってきました。マットもラメも大小も様々なやつがあって、またこれを使ってメイク動画も撮ってみたいなと思ってます。 4U2 って読むのかな。ここのコスメがすごいなんかね、大きく売られてた、エリア的にもタイで人気ブランドなのかな。すっごい安いの、このチークで 99.5 タイバーツってことは多分500円以下じゃん。うん、そうだね。ね、このチークを2色買いました。これが伝わらないかな、なんかゴールドの細かいラメが入ってる、あ、わかる、チラチララメが入ってて、それが可愛くてこのチークを2色買ってきました。使いやすそうなこの2色を買ってきました。またこれもレビューしたいなと思ってるのでちょっと待っててください。これもこういうツーティントリップ、タイのコスメって落ちにくさ部門ではすごいね、やっぱり優秀だったよ。オレンジのティントリップを買ってみました。全部ね結構マットになる感じだった。タイの、 あの湿気と混ざるとちょうどいいのかもしれない、暑くて湿気もあるからね。でもう一個リップを買ったんですけど、バレンブリスって読むの、はい、このリップ今つけてるリップです。これもティントなんですけど、これマジで落ちない。あの前の機内のバッグの中身紹介でもつけてたリップで、さっきつけたんですけど動画回す前に、本当にねほらあんまりつかなくない？それがあんまつかないんだ。つかない、普通のリップだったらもっとここにべったりつくの。だからマスクとかにも全然つかないの。落ちないんだ。落ちないの。ただマットなんだ。ただね、マットなの。つけてみてるけど、そんなに乾燥しない、マットだけど。だからあんまり気にならないかも。苦手なマットだわって感じもない。何？うん、このちょっとタイコスメ使って。メイク動画早く撮りたい。これで全部5つ買ったんだけど、うん、この5つ買って946タイバーツってことは4000しないぐらい、4000ぐらい、すごくない？普段化粧品がいくらぐらいするのかが分かってないから、リアクションできない。安い。そうなんだ。よかったらさ、お土産とかにもいいじゃん、うん、そうだ、はい、また詳しくレビューしたいと思ってます。タイに持っていたものとタイで買ったものをご紹介してみました。最後まで見ていただいてありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。